パブロ・ピカソ、パブロ・ピカソ、パブロ・ピカソ、1881年10月25日から1973年4月8日は、スペインのマラガに生まれ、フランスで制作活動をした画家、素描家、彫刻家、ジョルジュ・ブラックと共に、キュビズムの創始者として知られる。生涯におよそ13,500点の油絵と素描、10万点の版画、3万4,000点の差し絵、 300点の彫刻と陶器を制作し、最も多作な美術家であると、ギネスブックに記されている。ピカソの本名は、聖人や演者の名前を並べた、長いもので、出生証明書によると、パブロディエゴ・ホーゼイ、フランシスコデ、ポーラ・ホア・ネポムセ・セヌ・シプリアーノ・デ・エエー、サンテシマ・トリニダ・ドリュース・ピケス、パブロディエゴ・ホセ・フランシスコデパウラ・ファン・ネポム製の、 チプリアーノデラサンティシマトリニダード・ルイス・ピカソである。先例名は、パブロディエゴ・ホーゼイ、フランシスコで、ポーラ・ホア・ネポムーセ・セヌー・マー・アデラス・ラミディオス、クリスピーニアノ・デ・ル・エ・サンティシマトリニダールイス・ワイ・ピカソ、パブロディエゴ・ホセ・フランシコで、パウラ・ファン・ネポム・セイのマリア・デロス・レメディオス・クリスピニアノ・デラ・サンティシマトリニダード・ルイス・イ・ピカソである。長い名前の例としてよく引き合いに出される。 画家として活動を始めたピカソは、はじめパブロ・ルイス・ピカソと名乗り、ある時期から父方の姓のルイスを省き、パブロ・ピカソと名乗るようになった。ピカソは作風が目まぐるしく変化した画家として有名であり、それぞれの時期がの時代と呼ばれている。以下がよく知られている。ピカソは仕事をしている時以外は、一人でいることができなかった。パリ時代初期には、 モンマルトルの選択船やモンパルナスに住む芸術家の仲間、ギオーム・アポリネール、ガートルード・スタイン、アンドレ・ブルトンらと頻繁に会っていた。正式な妻以外にも何人かの愛人を作った。ピカソは生涯に2回結婚し、3人の女性との間に4人の子供を作った。ピカソがパリに出て最初に付き合ったのはフェルナンド・オリビエだが、青の時代、バラ色の時代を経て、 富と名声を得たピカソは、次にエヴァグール、という名前で知られるマルセル・アンベール、マーセル・ハンバートと付き合った。ピカソは彼女を称えるために、作品に、私はエヴァを愛す、私の素敵な人、などの言葉を書き込んだ。しかし彼女は結核を患い、1915年に亡くなった。1916年、ピカソは、セルゲー・ディア・ギレフ率いるロシアバレエ団の舞台美術を、 担当した、ジャン国ー作、パラード。そこで、バレリーナで、貴族出身のオールガ国老は、コクローバと知り合い、1918年に結婚した。オルガはピカソを、パリの上流階級の社交界に引き入れ、ブルジョは趣味を教えた。二人の間には、息子パウロ、パオロが生まれた。ピカソは、初めのうちこそ妻に調子を合わせていたが、次第に、生来のボヘミアン気質が頭をもたげ、 衝突が絶えなくなった。1927年、ピカソは17歳のマリー・テレーズ・ワルテルと出会い、密会を始めた。ピカソは、オルガと離婚しようとしたが、資産の半分を渡さねばならないことが分かり中止した。ピカソとオルガは1935年に別居したが、結婚そのものは1955年に、オルガが亡くなるまで続いた。ピカソは、マリー・テレーズと密会を続け、 1935年に娘マヤ、マヤが生まれた。またピカソは1936年から1945年までカメラマンで画家のドラマールと愛人関係を持った。彼女はピカソ芸術の良き理解者でもあり、ゲルニカの制作過程を写真に記録している。1943年、ピカソは21歳の画学生、フランソワー・ーズジローと出会い、 1946年から同性生活を始めた。そして、クロードとパロマが生まれた。しかし、フランソワーズはピカソの支配欲の強さと死虐癖に愛想をつかし、1953年、二人の子を連れてピカソの元を去り、他の男性と結婚した。このことはピカソに大きな打撃を与えた。フランソワーズはピカソを捨てた唯一の女性と言われている。 しかしピカソはすぐ次の愛人ジャクリーヌ・ヌロックを見つけた。彼女は南仏バロリスの陶器工房で働いていたところをピカソに見染められ1961年に結婚した。しかしこの結婚はピカソのフランソワーズに対する意思返しという目的が隠されていたと言われている。当時フランソワーズはクロードとパロマの認知を得る努力をしていたのでピカソはフランソワーズに 結婚を解消すれば入籍してあげてもいいと誘いかけた。これに乗ってフランソワーズが相手と競技離婚するとピカソはすでにジャクリーヌ・ロックと結婚していい。この頃ピカソはジャン国ー監督の映画オルフェの遺言1960年に自身の役で亀を出演している。ピカソが亡くなった時、長男パウロとパウロの長男、ピカソの孫にあたる パブリートはすでに死んでいた。パウロは酒と麻薬に溺れて体を壊し、パブリートは自殺だった。ピカソの遺産は5歳のジャクリーヌが3割、創生した繊細オルガと長男、パウロの取り分4割を、パウロの子供であるベルナールとマリーナが2割ずつ、非着室死であるマヤとクロードとパロマは1割ずつで分けられた。ピカソの死から年月はヘルガ、 マリー・テレーズとジャクリーヌ・ロックは後に自殺している。フランソワー・ーズジローは現在まで画家として旺盛な創作を続けている。2010年に東京で日本初古典を開催。ピカソの孫にあたるマリーナ、マリーナ、パウロの長女の著書には、いいおじいちゃんになる方法を教えてあげられればよかった、という言葉がある。ピカソが平和主義者だったのか、それともただの臆病者だったのか。 現在でも議論が続いている。第一次世界大戦、スペイン内戦、第二次世界大戦という三つの戦争に、ピカソは積極的に関わらなかった。フランスの二度にわたる対ドイツ戦争では、スペイン人であるピカソは召集されずに済んだ。スペイン内戦では、ピカソはフランコとファシズムに対する怒りを品で表現したが、スペインに帰国して、 共和国市民軍に身を投じることはしなかった。ピカソは青年時代にもカタルーニャの独立運動のメンバーたちと付き合ったが、結局運動には参加しなかったという経歴がある。スペイン内戦中の1937年、バスク地方のショートシゲルニカがフランコの依頼によりドイツ空軍に遠征隊コンドル軍団に空爆され多くの死傷者を出した。この事件をモチーフに、 ピカソは有名な、ゲルニカを制作した。死んだ子を抱いて泣き叫ぶ母親、天に救いを求める人、狂ったようにいななく馬などが強い印象を与える縦3.5メートル、横7.8メートルのモノトーンの大作であり、同年のパリ万国博覧会のスペイン館で公開された。ピカソは後に、パリを占領したドイツ国防軍の将校から、ゲルニカを描いたのはあなたですかと言われる旅、いや、 あなたたちだと答え、同作品の絵はがきを土産として持たせたという。スペイン内戦がフランコのファシスト側の勝利で終わると、ピカソは自ら追放者となって、死ぬまでフランコ政権と対立した。ゲルニカは長くアメリカのニューヨーク近代美術館に預けられてたが、ピカソとフランコが共に没し、王政復古し、スペインの民主化が進んだ1981年、遺族と アメリカ政府の決定により、スペイン国民に返された。現在は、マドリードのソフィア王妃芸術センターに展示されている。1940年に、パリがナチスドイツに占領され、新独派政権、ビシー政権が成立した後も、ピカソはパリに留まった。このことが戦後に、ピカソの名声を高める要因になった、多くの芸術家たち、当時アメリカ合衆国に移住していた。 しかし本人はただ面倒だったからだと、後に述べている。ビシー政権はピカソが絵を公開することを禁じたため、ひたすらアトリエで制作して過ごした。ビシー政権は、資源不足を理由に、ブロンズ素像の制作を禁止したが、レジスタンス、地下抵抗組織が、密かにピカソに材料を提供したので、制作を続けることができた。1944年、 ピカソは友人らの勧めはあったにせよ、自らの意志でフランス共産党に入党し、死ぬまで党員であり続けた。何かとピカソの共産主義思想を否定したがる人に対し、自分が共産主義者で、文の絵は共産主義者の絵と言い返したエピソードは有名である。しかし、友人のルイアラゴンの依頼で描いた、スターリンの肖像、1953年が批判されるなど、 いくたのトラブルを経験した。1950年代、ピカソは過去の巨匠の作品をアレンジして新たな作品を描くという仕事を始めた。有名なのは、ディエゴ・ベラスケスのラスメニーナスを元にした連作である。他に、ゴヤ、プッサン、マネ、クールベ、ドラクロワでも同様の仕事をしている。1955年には、 アンディー・コール・ジョルジュ・クルーゾー監督の映画、ミステリアス・ピカソ、天才の秘密の撮影に協力した。ピカソがこの映画で描いた絵画は、撮影後すべて破棄され、現在では見ることができない。この映画は1956年の第9回カンヌ国際映画祭で審査員、特別賞を受賞。1984年には、フランス国宝に指定されている。 ピカソの最晩年の作風は彼がそれまで経てきたスタイルの混合である。ピカソは最後のエネルギーを制作に注入し、より大胆にカラフルで激しい絵を描いた。1968年、彼は347点に及ぶエロティックな同伴画を制作。その中には、しゃがむ女やラフたちなどの開脚して女性気をあらわにする女性たちを描いたものがある。これは、 現代写真家のペッターヘグレに影響を与える。多くの批評家がこれを、不能老人のポルノ幻想、あるいは、時代遅れの画家のトルに足らぬ絵とみなした。長い間支持者として知られた、批評家のダグラス・クーパーさえ、狂った老人の尻滅裂な落書きと評した。しかし、ピカソ本人は、この年になってやっと子供らしい絵が描けるようになったと、こと、悪評は、一切気にしなかった。 晩年のピカソの作風は、後の新表現主義に、大きな影響を与えたと考えられている。ピカソは死ぬまで時代を先取りする画家であった。ピカソは、非常に多作な作家であり、世界中の多くの美術館が、ピカソの作品を保有している。ピカソの名を冠する、美術館だけでも、まず生まれ育ったスペインでは、バルセロナ2963年に、ピカソ美術、 バルセロナが開館し、2003年には遺族がピカソの出身地であるスペインのマーラガにピカソ美術館マラガを開館した。ピカソは1973年の死の時点で多数の作品を手元に残していた。また、友人の画家アンリ・マティスなどの作品を交換や購入によって相当数持っていた。フランス政府は遺族から相続税として これらの作品を徴収し、1985年に国立ピカソ美術館を開館した。一作家の美術館としては、世界最大の規模を誇るもので、ピカソの作品だけで、油絵251点、彫刻と陶器160点、紙に描かれた作品3000点を所蔵している。このか、フランスでは、アンティーブ、ピカソ美術館、アンティーブとカンヌ近郊のバロリス、 ピカソ美術館、バロリスにピカソ美術館が存在し、パリと合わせてフランスには合計3つのピカソ美術館が存在する。1996年、映画サバイビングピカソが公開された。フランソワーズジローとピカソの関係を描いたもので、アンソニー・ホプキンスがピカソを演じた。2004年、ニューヨークのサザビーズの競売で、ピカソのパイプを持つ少年、 1905年が1億416万8千ドル、約118億円で落札され、絵画取引の最高額を更新した。2006年5月には、同じくサザビーズの競売で、ドラマールの肖像、1941年が9521万6千ドル、約108億円で落札された。2010年5月4日、ピカソのキスヌード。 観葉植物と共像がニューヨークのクリスティーズで約1億650万ドル、約101億円で落札され、最高額を更新した。ロサンゼルスの収集家が1950年代に購入した作品で、事前予想でも8000万ドル以上と予想されていた。それまで2010年2月当時の最高額はアルベルト・ジャコメッティのブロンズ像。 歩く男約1億430万ドルだった。2006年10月、ラスベガスのホテル王で美術品収集家としても知られるスティーブウィンが1億3900万ドル、約165億円で別の収集家に売却する予定だったピカソの名画、夢に誤って肘くらわせ直径約2.6センチメートルの穴を開けてしまった。事件を目撃した友人が インターネットのブログに書き込みをして詳細が発覚した。ウィンは1997年にこの絵を4840万ドル、約58億円で購入し、長年大切にしてきた。もうすぐお別れとなる絵の前に立ち、友人らに説明していたところ、誤って、名画の真ん中に穴を開けてしまった。結局、契約はないことになり、名画は修理され、ウィンの元に留まることになった。 ウィンは穴を開けた瞬間、なんてことをしてしまったのか。でも、破ったのが私でよかったと話したという。2012年7月、オランダのクンストハル美術館が所蔵していた、アルルカンの頭部が、クロード・モネや、ルシアン・フロイドの絵画と共に盗難される。翌年になって犯人は逮捕されたが、絵画はすでに焼却されていた。2015年5月11日には、 ニューヨークのクリスティーズの競売で、ピカソの、アルジェの女たちバージョン例が1億7936万5000ドル、約2 1 5億円で落札され、絵画取引の最高額を更新した。ピカソには、かけがえのないパートナーがいた。それはハトである。幼い頃からハトが大好きだったピカソにとって、ハトは、生涯の友であり、重要なモチーフでもあった。 アトリエには妻さえ入れなかったが、ハトは特別に入れていた。フランソワー,ーズジローとの間に生まれた娘にパロマイコールバトと名付けた。パロマピカソは著名なジュエリーデザイナーとなり、1980年からはティファニー社のデザイナーとして活躍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。